ローレンディ・スミスはカナダブリティシュコロンビア州バンクーバー出身の女優。幼少期はドキュメンタリー作家だった養父の影響で家族と共に各地を転々とする生活を送る。14歳でモデルとしてのキャリアをスタート。2000年シルベスター・スタローン支援の追撃者にわずかながら出演し俳優としてのキャリアも開始させる。2001年からは TV ドラマ ミュータント X に出演し、12話の光と闇の分身でジェミニ賞にノミネート。この作品では髪の色は赤毛だったが、本来の髪の色は金髪である。2005年公開の寂しい時は抱きしめてでは劇場映画に初主演した。2008年出演のヘレンではレオ賞を受賞した。スレンダー体型だがヌードになった作品の多い女優であり、 寂しい時は抱きしめて、ザ・フィクサー、ドクターズ・ハイでは、バストトップを披露しており、エルの世界では、レズビアンシームを演じた。2009年4月9日に、写真家のエリック・ステーン・グローバーと結婚。ありがとうございます。